はい、ハンドメイドワークスナンバー496レザーです。本日もね、お題いただきました作品の完成報告動画となります。はい、このね、大変ね、お待たせいたしました。プエブロのマイム、完成いたしました。プエブロの新しい色かな、コニャックで、今うちは3種類か、このコニャック入れて、コニャック、ペトロリオ、オリーバーの3種類ね、あのプエブロはあるような感じになります。本当にね、あのいい革、コバがね、しっかり決まる、まあ繊維がね、すごい密になっている革っていうことですよね。本当にね、本当にいい革だなと思います。はい、で、糸の方が新入糸のブラックでしょ。で、金具の方ね、こちら YKK エクセラの5個ダブルですね。ピントがね、いつも合わないんで、よいしょ、はい、はい、こんな感じね。じゃあ中見ていきましょう。よいしょ、はい、こんな感じ。今回は大田様のご希望で、ここの部分ね、クロコロ、ナイルクロコ、使っております。で、ちゃんとね、裏張りの方も湘南タッチのブラックをね、薄くして裏張りしてあります。で、このカードの本体の台座が湘南タッチのブラック、プエブロナイルクロコで、カードを入れた時にカードが見えないようにってことだったので、今はね、あのカードを入れてあります。だいたい0.2 から3ミリぐらい頭隠れるような仕様で、ここ今入っております。でも見えないね、感じでちゃんと作っておりますので、ご安心くださいと。で、ボックス型ね、ここに刻印入っております。で、通常だとね、このなんだろう、中の部分とかね、裏張り専用の革を使っているんですが、今回はね、この中の部分も、プエブロで、あとこの部分ね、ここはね、いつも床面が見えていたんですけど、今回ね、プエブロで裏張りしてあります。はい、なのでね、床が見える部分がほとんどないような感じでの仕立てですね。はい、あとこの裏張りは湘南タッチのブラックですね。ここの部分ね、一応ご指定通りに、お作りいたしました。はい、一応こんな感じでね、完成しておりますので、ぜひね、動画の方でご確認ね、いただければなと思います。はい、ピントが、はい、最後までね、ご視聴ありがとうございました。